どうでしょう、まいりました、森鉄チャンネルです。さあ受けてきました第350回トイック公開テストですね。もう350なんですね、だいぶすごい回でしたが、まあ今回はですね非常に難かった、はい、レベルが高かったですね。でそのレベルが高いのにトラブルが重なってしまってとてつもなく厄介でした。はい、まあ初めて行く会場だったんですけどね、受けた方はね大変だったと思いますよ、同じ部屋の人は。はい、まあおばあちゃんのね試験官で何にも知らなくて本当に何度も何度も注意されてましたけど、そのもう一人いるね男の試験官にああやってこうやってこうやってああやってみたいにね言われて、何も知らない人で大変だったんですけど、でまずだって回収しなかったからね、受験票、そう受験票隣の列まで回収して、うちの列飛ばしてもう一個の別の列を回収しようとしだして、でそっちの列は別の試験官が回収したんで、でもあもう終わってますよって言われて戻っちゃったんだよね。そうだからうちの列をほったらかしで、でその後もう一人の試験官があれ数がおかしいって言って気づいて、で回収したんですけど、でもまあ試験が始まるそのね20分午前なんで10時20分から開始するんですけど、10時19分に終わったからね、いろんなやつ全部嘘、いつもだいたいさ10分とかさ待たなきゃいけなかったりとかするのにさ数十秒しか待たなかったでまあ今回からね新しくなって、受験票にはもう体調チェック欄なくなりましたし、はい、でアンケート記入欄もねなくなったし、受験のしおりもなくなりましたから、はい、ちょっとエコになったと思うんですけど、そうだからネット上で申し込みするときにアンケートが結構、増えてますよね今ね。だからで試験開始して、まあパート6が難かったんだよ。もう今回うわこんなむずいんだと思って、一つのセットなんか4問中3問ぐらいめっちゃむずいと思って、その苦労をしている時にですね隣の人のね携帯が鳴ったんだよ。しかもよくわかんないの、携帯の鳴り方が普通のなんか着信音じゃなくてなんか喋ってるようなやつなので、中国語だったんですよ。ですごく小さかったからなんつってんのか聞こえなかったんですけど、聞こえなかったからめっちゃ気になるじゃないですか、ずっと中国語が流れてるからさ。で試験官気づいてやってきて、携帯その中国の人ね、携帯切りませんでしたみたいなこと言ってね、めっちゃ気になるやん。で対応まですげえ時間かかるわけで、まただって解き始めてたからね、もう一回ね、その人ね。でほら筆談みたいなんでやってるからさ、わかんないわけですよ何言ってるか。でね十何分後か20分後ぐらいに退場になった。すげえ気になったよ。でも6がむずくてもうやべえよっつって、7もやべえよってなってるのにさ、それが来たのがもう厄介でしたね。でまあいつもトイレ行くんで、でトイレ行きたいですってやっても当然ねそのおばちゃん試験が気づかないですから、すごい何度も何度もやって、でようやく誰かがなんかペンかなんか落として、でその時に向いたんでやっと気づいたんですけど、でまあトイレに行く時にもう分かんないから、その人もう一人の試験官に聞きますみたいなこと言って、もういいよこっちは知ってるからっつって言って全部やって行っちゃいましたけど、トイレで戻ってきて、そう時計あるとこだったんで、大学だったんでね、で見たらやべえじゃんこれもう終わんないじゃんって言って、22分終了でまだ20問ぐらい、まだ21問残ってると思って、1問1分ペースでいかなきゃいけないと思ってでだからやばかったですね。まあその後終わりもめちゃめちゃ回収に時間かかりましたね、何もわかんないからいちいち言われてましたけど、はい、そんな中じゃあ難易度どうだったのか、はい、感想言っていきたいと思います。はい、まずパート1ですね、優しいですね。はい、今年度一番、今年度とかまあ新年度か今ね、今年2024年の中で一番優しかった、難しい表現が全然出てこなかったですね、とても優しい回でした。うん、まあパート1のね、難化が一番目立っているんですけど、今回は非常に優しかった。はい、続いてパート2ですね。まあ普通としておきますね。とにかく前半に直接的なのが重なったよね。こんなに固まってることなかなかないんじゃない？だから変化球が後ろの方にズバーッとたくさん出てきたんだけど、ただ一部を除いてはそこまで難しい変化球じゃないなって思いましたね。うん、で、ストレートのやつがめちゃくちゃ優しかった。はい、なのでまあ普通としておきますね。まあ優しめに感じた人もいると思いますよ、いつもよりね。はい。で、パート3はまあ普通かな、厄介な問題はありましたけど、まあそれでも大丈夫だったかなと思いますね。パート4が難かった。うん、なんか場面が浮かびづらいものが結構あったんで、まあだからややなんですかね。グラフィックとかは結構簡単だったし、糸問題も予想通りでいったんですけど、それでもやっぱり場面が思い浮かばないなっていうのがね、あ、まあ自分は浮かびましたけど、でも浮かばないだろうなっていうのが何セットかあったと思いますね。普通の人には相当難しいと思いました。
続いてパート5、これやや優しいかな、パート5は最近なんかそんなむずいなって思う問題あんま出てない印象ですね。だから単語語彙問題ですけども優しかった、文法も優しかったかな。厄介なやっぱパート6ですね。パート6がむずい、これは過去最高レベルに難しかったと思います。もちろんその横の人の携帯が鳴っててそれに対してね、もうなかなか集中できないっていうのがあったと思うんですけど、はい。で、まあそれを考えたとしても難しかった。と見直す時間なかったんで、わかんないですね。パート6で落としてる可能性もあるなと思いました。で、パート7が、これもなん、むずい。一セットめっちゃむずかったし、文挿入位置もむずかったし、糸問題も結構厄介だったし、なんかそんな問い方するんだみたいなのもありましたね。そう、この人は誰ですかじゃなくて、この人が誤解したのは誰の言うことですかとかさ、こんなん出てくんだなと思って、設問がむずいよね。こんな問われ方すんだって思って。まあ、あとはやっぱ量がすごく多い。もうなかなか終わんない状況だったんでね、すげえ時間かかっちゃって、もう最後ぶっ飛ばして解きましたけど、最後のトリプルパスステージとかダブルパスステージめちゃめちゃ早く解いたけど、あ、最後10問どれが多かったか、まあよく聞くやつですけど、 B が一番多かったと思いますね。 B が4つだったかな。で A が3つ、 D が2つで C が1つ。 C いっぱい選んじゃう人多いからさ、 CCCC ってそれ残念でしたって感じ。まあ多分合ってるとは思うんだけど、でも難しかったな。難しいセットがいくつかあって、そこは本当に単語のレベルも高いし、まあ、多くの人が見たことない単語も多かったんじゃないかなと思いますね。だ文挿入1だけちょっと自信ないけど、まあそれ以外はできててほしいなって感じですね。なんで6がちょっと自信ないって感じですね。はい、という感じでパート6、7がかなり厄介な回だったと思います。はい、ぜひ受けた方ですね、ご感想お待ちしておりますので、はい、お知らせください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。 あとね、フォームっていうのは複数ありますからね、同じフォーム受けてるとは限りません。はい、同じこの4月21日午前を受けていても違う可能性ありますんで、はい、そちらはご留意ください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。 はい、メンバーシップレベル2もやってはトイック講義やってますし、そして反省会ライブ6時からです。はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちらTOEIC800 点英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に皆さんからの個別メッセージには、僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。